皆さんご機嫌いかがでしょうか。月に一度のプラチナフォーカス7月号、貴金属スペシャリスト池水雄一さんと、今回は楽天証券経済研究所コモディティアナリスト吉田悟さんと一緒にお届けします。池水さん、吉田さん、こんにちは。どうもこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は吉田さんにお話伺っていくんですが、まあ楽天証券という日本ではね、大きな証券会社のコモディティの専門家ということで、プラチナ、今、投資家はどんな動向なのかとか、プラチナの今後の可能性について解説いただきたいと思います。吉田さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい。さあ、プラチナ、この番組ですが、月に一度お届けしています。ワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けしております。さあ、まず伺いたいのは、このプラチナだけじゃなくて、吉田さん、このところ世界はインフレって言ってる割には、もう商品市場は全体的に崩れちゃってますね。そうですね。一時に比べると、穀物もエネルギーも、高値からは反落しているという状況ですね。特にこちら見ていただいている通りに、金属も、例外ではなくて、大きく価格は下がっています。で、これは、貴金属とベースメタルということで、両方これ見てるんですけれども、ピークに比べですね、3月の上旬のピークに比べて、半値、程度になった。銘柄すらあるという状況ですね。はい。池水さん、ちょっとね、プラチナフォーカスでは、プラチナが割に今、割安に放置されてるよ、なんて話してますけど、なんか、騰落で見ると、もっと弱いのいっぱいありますね。そうですね。プラチナが割安っていつも言ってますけど、やっぱり、特に今、やっぱりリセッションフィアっていうか、要は景気後退の恐れがこうね、マーケットで話し始められてるんで、どっちかっていうと、貴金属よりもよりベースメタル、銅とか、アルミとか、まあ、鈴もそうですけれども、そういった、主に産業用の需要が、その需要の大部分を占めるものがですね、やっぱりリセッションが来て、需要が減るっていう、まあそういった見方の上に、こう、売りがかさんでるという感じですよね。はい。まあ金なんかは投資用需要もある。プラチナもやっぱり ETF なり何なりで、投資用需要はそこそこサポートされ、してるってことですかね。そうですね。で、パラジウムが一番上にあって、あまり下がってないのは、これは。まあ、パラジウムはね、もうとにかくボラティリティが高くて、下がったり上がったりが続いてますからね、これどこの時点を取るかによって全然この数字違ってくると思うんですよ。要は、まあ、あとはロシア絡みですからね、生産の 40% をロシアが作ってるし、あとはやっぱり、その、需要の 80% は自動車触媒っていうことになると、まあ、その自動車の状況、ロシアの状況によって、こう、値段のブレも、とにかく、ボラティリティが高い、要は、リクイディティが低いメタルですからね。なかなか、どうなるかわからないっていうのが正直なところですね。はい、別の期間で区切ってみると、ものすごい下がってるかもしれないですもんね。そう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 。はい。では、ここから、プラチナとゴールドにフォーカスして、ちょっと吉田さんにチャート作っていただいていますので、ご覧いただきましょう。はい。そうですね。プラチナなんですけれども、足元を下がってますということなんですけれども、で、下がってきたところでですね、リーマンショックのですね、直後の安値に下がることによって、この底堅さをこう増している、その安値にこう接近してきていると、こういうイメージなんですね。なので、まあ、下がれば下がるほど底堅さを増すというイメージだと思います。でこのリーマンショックの後ですね、この、まあ、800ドルぐらいっていうのが、これが割ってもすぐ反発ということを何度も繰り返してきた、まあ、その水準でもありますので、比較的この数年間で言うと底堅いと言えると思います。で下がることによってですね、こう、もう一点あって、このリーマンショックのその直前ですね、2008年の、まあ、春夏ぐらいですね、2000ドルを超えていたプラチナだったわけですので、比べたら今半値以下ということになるので、まさにこれは割安感ということでです。下がれば、そこの硬さを増す。しかも、こう、割安感が増すと。まあ、こういう展開になっていると思います。はい。
池見さんいかがでしょうか。まあちょっとリーマン後の安値のレベルに今ずっといるという感じですね。そうですね。まあこのところやっぱり、まあ800ドル、900ドルあたりが底値で、そこから1000ドル超えると売られてみたいなパターンがずっと続いてますからね。だから、特にこうやってゴールドと比べると、そのパフォーマンスの悪さが本当に目立ちますよね。うん。まあ、特にね、先ほど見ていただいたように、今、ベースメタルもみんな弱いということもあるんですが、足元なんでこんなにこう、メタル系、あとプラチナもそうですけど、弱いのか、どうでしょうか。そうですね。まあ、今、そのリセッション懸念ということで、まあ、産業用、工業用の割合の大きい金属が特にこの下落率が高いということだと思いますので、まあ、そこはまあ、プラチナも、まあ、例に漏れずということだと思います、ね。需給のその状況に注目ということですかね、はいはい。リセッション懸念というのが今、台頭しているということが、上値を重くしているということですね。では、需給構造から何か見えてくることはあるでしょうか。はい。まあ、これはですね、まあ、ワールドプラチナミンインベストメントカウンシルのデータを見ています。で、まあ、左側の需要というところを見ていただくと、まあ、自動車、触媒ということで 37%。その他、化学ですとか、ガラスですとかを含めると、産業用ということでざっくりくれば 73% になるわけですので、まさにここからその、まあ、リセッション懸念が浮上してくると、この需要が減退するというその懸念が浮上して価格が下がりやすくなるということだと思いますね。はい。やはりこれ自動車というのはね、景気とものすごくこう密接に関係する工業品ですからね、この部分の需要非常に大きいということもあるでしょう。これ短期的なテーマはまあリセッション懸念というのがあるんですが、これ中長期的な視点で見たときに吉田さんはどのようにご覧になってるか。はい、そうですね。その中長期的なその視点で考える際に、まあ、その脱炭素、環境配慮、はい、はい。こういうテーマで切っていく必要があると思うんですね。でよくその、はい、こちらの通りにですね、その、環境配慮と脱炭素となると、プラチナやパラジウムやロジウムのその主要なその需要である、その自動車排ガス浄化装置向けのその需要が減ると、まあこういうふうによく言われてしまうわけなんですけれども、うん、まあ、しかし、ですね、生産された自動車ですね、1台あたりのこういったその金属のその需要というので考えていくと、実はこれ増えてるんですね。一台あたりの使用量ですね。そうです。はい。なので、年間のですね、この、排ガス浄化装置向けに使われた、プラチナ、パラジウム、ロジウムの合計という量があってですね、それを、車のその生産台数で割っているんですけれども、そうすると、これがこう、元々はその3グラムぐらいだったものが、近年は4グラム、5グラムということで増えてきてるんですね。ですので、一概にその、排ガス浄化装置向けのその需要というのが、環境配慮や脱炭素によって減るわけではないと。つまりこれは、排ガスの規制強化によって、浄化装置に使われる、その金属の量というのが増えてきているということを表していると思います。はい。まあ、池見さん、いきなり全部 EV に変わるかっていうと、なかなかやっぱりその、割合って増えていかないですもんね。まだまだ、その内燃機関車が多いですもんね、うん。そうですね。まあ、この、触媒の1台あたりの量っていうのは、まあ、我々も最近ね、ずっとこの、特に中国とか欧州のですね、環境規制がどんどん厳しくなっていっている。それを背景に一台あたりこうやって増えていってるっていうのは、確かにこれ、その通りであって。ただ自動車生産台数自体はですね、やっぱりこの20年の、コロナショック以降ですね、特に中国での生産が滞っている部分もあって、で、それを考えると減ってるっていうふうに普通思っちゃうんですけど、こうやって今、吉田君が出してくれてる、この1台あたりはやっぱ増えてるわけで、要は我々自動車生産減ってるけれども、触媒需要はそれと並行して減ってるわけじゃないよっていうことを吉田君は言いたいってことですね。そうです。そうです。はい。だから、はい、要は、まあバランスですよね。うん、その生産減ってても1台あたりの使う量減って、増えてるからあんまり変わってないよっていうようなイメージなのかなと思いますね。はい、そうですね。過去コモディティトレーダーは自動車販売台数でそのプラチナとかゴムね、すぐにわっと取引してた印象はあるんですけど、今は簡単にそうはいかないぞってことですよね。まあそうですね。はい。
これが、まあ、中期的には、まあ、ここがサポートしていくんではないか、環境規制厳しくなればなるほど、まあ、使う量って意外と増えてますよということなんですが、でもその先にやっぱり次世代自動車っていうふうにこう切り替わっていくときにどうなのという長期的な視点でのお話はいかがでしょう。はい。これはですね、今よりはこう増えていくと私は思っています。今その環境のその話っていうのはもう世界全体の同じ共通テーマですので、ですので、環境配慮、脱炭素というのを否定をする人っていうのは基本的にいないはずなんですね。つまり、環境がこう悪化して、その地球がその住みづらくなると、こういうことをこう望む人っていうのは、多分いないと。多くはないと私は思っているんですが、そう思うと、その脱炭素環境配慮っていうのは、今は少しこう問題はあったにせよ、こう10年後とか20年後とか長いその期間で見た場合は、これはまあ総論賛成だということだと思うんですね。ですので、この流れに乗りながらその、プラチナの需要が増えていくというふうに考えています。それはこちらのその図の通りなんですけれども、そのプラチナがその水素に強くこう関わっているということですね。この上半分見ていただくとですね、水素のその生成装置にプラチナが使われている例というのがあると言われています。でこの水の電気分解ですね。中学校 の理科のその実験の時にやった方もいると思いますけれども、電極、その、H 時間というその試験管にその水を入れてですね、電極にこう電流をこう流すわけなんですけれども、片方からはその酸素、片方はこう水素が出てくるわけなんですが、これで、こう水素を作るんですね。この時にその使われるその電気がその再生可能エネルギー由来であれば、出てくるその水素はそのグリーンだというふうに言われているんですね。これこそまさにその環境に最も適したその水素であると言えると思います。そこにそのプラチナが関わるということなんですね。はい。そして次世代自動車も EV だけではなくて FCV にも注目が集まりつつあるようですよね。そうですね。ここはですね、その水の電気分解とその逆の原理を使ってその電気を起こすということになるんですけれども、FCV ですね、その水素を充填をして、それを原動力としてその電気を起こして車が走るという仕組みです。ですので、その水素を、その基準に元にしてその社会を作っていこうというのはもう欧州も日本も同じ路線にこう今いるわけですので、水素を重視して作る、使うということをやっていけば、作る方にもこう使う方にもそのプラチナが関わってくると、活躍できるということで、長期的に見れば需要は少しずつ増えていくであろうというふうに思いますね。はい。日本でも、結構江東区あたりで走ってますよ、バスが。FCB のバス、乗りましたけど。はい。そこは、バスからこの乗用車っていうところに、どんどんとこの、降りてくれば、なおのことこう拡大していくんで、あろうというふうに思いますね。はい。まずは、大型車、商業車からっていうような導入がね、各国で進められていくということで、これに使われる、プラチナの量もなかなか多いということですよね。はい。そうですね。一台あたり、そのトラックですとか、その大型車にこう使われる数量というのは多いというふうに言われています。で、実はその、次のそのスライドなんですけれども、こちら見ていただくとですね、実はこれ、そのジョンソン・マッセイのデータなんですけれども、2013年以降というのは、FCV で使われたそのプラチナの量を含むというふうに言われているんですね。で、これで、直近でその中国、その他インド含むっていうところを見ていただくと、これ増えてるんですね。で、もしかすれば、その中国やそのインドやその韓国を などを含んだ国々で、FCV 向けのそのプラチナのその、消費というのが、増えつつあるというふうに、想像できるわけであります。そうすると、今、欧州は減ってますけれども、メインはもう中国、インド、韓国なんだと、アジアの方なんだというふうなその実績になっていて、それが、プラチナのその世界全体の需要をこう増やしていると。ということで、牽引役が変わったと。それは FCV で使われているからであると。こういう図式になっているんじゃないかなと。なるほど。アジアの方がポテンシャル大きいということですね、これ。人口も多いですしね。はい。FCV でこう先行しているというところで、はい、ポテンシャルはあるんだと思いますね。はい。池見さん、いかがですか、これ。アジアはこう、トレンドが崩れていないですね。そうやっていつもチャートの形で見る。いや、本当に、
FCV がやっぱり大型車で今どんどん使われてるっていうのは、やっぱ EV では、やっぱ役不足なんですよね。特にトラックとか、うん、バスとかは。だからどんどんそっちの方でまず FCV が使われてて。馬力が必要ってこと？そうそうそう。馬力も必要だし、要はやっぱり充電に時間がかかるじゃないですか。EV なんかだとね、はいはい。だからそういった意味じゃ、FCV の方が全然使い勝手がいいっていうのはありますよね。だから、うん。中国、インドで実際そうなってるかどうかっていうのは、まあ、さすがに今の状況だと、現地に行ってみるわけにもいかないんで、なかなか、ね、現地的なところはわからないですけども、でもまあ、このチャートを見る限りは確かにそうなってる可能性は相当あるのかなと思いますね。はい。じゃあ、このトレンドが崩れないことには、プラチナの、はい、需要量っていうのは、アジアが倹約となって増えていくのではないか。その割には、まだ、底値圏というか、まあ、安値圏にあるよね、ということで、まあ、投資の見て、視点から見たプラチナの現状というのを改めて整理いただけますか？はい。足元下落していると、これは本当に大きいと思うんですね。どんどんこう上昇していて、こう目立っている銘柄に対して、こう、今から買うんだっていうことよりは、もうそもそもこう下がってきやすいんですと。で、しかもその今後、具体的にその現実的なその需要が増えていくっていう、そういう見通しがあるんだと。こういう銘柄というのは、こう、まあ、数は少ないと私は思います。その中でそのプラチナというのは、こういったその特徴をこう全ての兼ね備えていますので、投資という部分で言うと、プラチナというのは、その長期視点で言えば、こう、有望であると私は思います。はい。まあ、一番最初のね、いろいろなメタルのチャートでご覧いただきましたけれども、まあ、プラチナっていうのはやっぱり投資商品でもあるというところは強みの一つかと思います。楽天証券さんでも、まあ、投資商品として、いろいろありますよね。プラチナに投資できるものが。はい、そうですね。はい。積み立てですとか、ETF ですとか、はい、商品先物などでですね、取引ができる環境を作っています。まあ、次のそのスライドを見ていただくとですね。はい、で、その前に、失礼しました。純金積み立てのその口座数をまず先に述べたいんですけれども、これはですね、はい、まあ、毎月一定額で買う、一定数量を買うであったり、まあ、その都度買う、スポート取引も含めてですね、というその積み立て口座についてのその推移を見ているんですけれども、これがですね、2020年の4月に比べてですね、まあ、今年の4月というのはほぼ2倍になってるんですね。やっぱまあこれはまあ金ももちろん含むんですけど、貴金属への現物への投資という意味で言うと、はい、倍になっていると。なぜかというと、まあ、これはもうパンデミックですね。そのコロナがパンデミックしたということであったり、はい、ウクライナ危機が起きている、高インフレであるということで、まあ、実物資産への回帰というのが、まあ、一定数こう起きていて、それによって、投資者のこの口座数というのが増えてきているんだろうかというふうに考えています。はい。池見さん、私なんかは、地金潮さんのね、積み立てっていうのを、まあ、古くからやってて、もずっと変えずにやってるんですけれども、なんかね、会社が何回か変わってます。移管されて。はいはいはい、で、もう今、証券会社さんがこうやって積極的に。そうですね。これ、やるようになった、うん、はい。このチャートは非常にインプレッシブですよね。要は2年間で2倍になってるって。やっぱり金属の方にそういった投資家の目が、向いてきてるっていう。ことの本当にこう端的な証明っていうか、これ見てると我々も非常にこう、あ、いいな、素晴らしいと、ね。我々がやってることも無駄ではないなっていう気がう、ね、しますよね。でもやっぱりこれはいい流れだなというふうに思いますね、うん。なんかね、株やってたり、FX やってたりっていう投資家さんが、ちょっとこう、コモディティ、貴金属にもっていう流れなのかなと、うん、証券会社でやるっていうことは多分そういう、はい、ね、変化が出てきてると思います。では、これから始めるっていう方はこういう積み立てなんかいいかと思いますけど、まあもっと積極的にやる方にもいろんな商品が今プラチナで、ね、投資できるようなのありますもんね。そうですね。積み立て、や、ETF、先物などがあります。これざっくりその初級、中級、上級っていうふうに分けてみたんですけれども、やっぱりその、まあ、レバレッジも効いていないし、株をやっていなくてもこう馴染みやすいっていう意味ではですね、その積み立てや投資信託というのは、いいんだろうなというふうに思いますね。で、まあ、投資者の場合ですと、その、まあ、投資信託もですね、そのポイントで買えたりするのでですね、そういうやっぱりハードルは低いと。言っていると思いますね。私、ポイントめちゃくちゃ持ってますよ。ポイントで、投資の。楽天ポイント。
もう楽天カードバンバン使ってるから。そう、そういうのもね、なんかすごくこう、新しい間口が広がってる感じしますよね。ポイントでなんかちょっと買ってみようっていう人増えてるって話は聞きます。そうですね。はい、あと、まあ、投資信託やその国内の株式なども買えるのでですね。それで、まずはその現金ではなくポイントでっていうふうにして、こう、敷居を下げつつ、その投資のその経験を増やしていくということはいいと思いますね。はい。あと、銀行株がいろいろバラエティがあるのがいいね。バリックとかアングルとか。そう、そうですね。ああ、ね、ね、海外の株も。そう、はい。楽天で買えます。はい。一時その、バングっていうふうにですね、まあ、メディアでも一部に言われましたけど、このバングの銘柄をこう上げてみたんですけれども、はい、いずれもその取引が、可能なのでですね、ぜひご注目いただければと思いますし。で、ここは金ってやっぱりその、金もそのプラチナも、持ってるだけでは、こう、まあ、利息が、まあ、得られないというふうな話もありますけれども、こういったのは株であればですね、個別株であれば、その個別の企業が、配当を出せば、まあ、受け取れるということもあるのでですね、そういう意味ではその外国株というのは、まあ、そういう意味で注目であると思いますね。はい、ということで、まあラインナップもいろいろありますよということなので、ちょっとプラチナ、まあ中長期的には非常にね、テーマがありますという割にはまだまだ安いところにいますので、ここからの投資、まあ一つ参考にしていただければと思います。まあ、投資におけます最終判断は皆さんご自身で慎重に行っていただきたいと思うんですが、あとはもっと最新情報は。このワールドプラチナインベストメントカウンシルが出しておりますので、最新情報、Facebook、Twitter などのアカウントの QR コードを読んでいただきまして、そこからお友達、まあ、つながっていただくと、まあ、最新情報をチェックしていただくことできますので、ぜひこちらご登録いただければと思います。池見さん、ちょっと総括していただいていかがでしょうか？最後すごく走ったね。はい。今日はですね、楽天証券の吉田君に来ていただいて、やっぱり一番、インプレッシブだったのは、やっぱり貴金属に対する投資がね、楽天証券さんのお客さんからどんどん増えてるっていうことが非常に、うん、インプレッシブだったし、やっぱり楽天証券が揃える、その、貴金属に対する投資の方法があれだけこうバラエティに、富んでるっていうのは、これはやっぱり素晴らしいなと思いましたね。はい。はい。ということで、今日は、楽天証券経済研究所コモディティアナリスト、吉田悟さんにいろいろと教えていただきました。吉田さん、今日は貴重なお話、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい。ありがとう。この番組は、ワールドプラチナインベストメントカウンシルの提供でお届けしました。ぜひ、この動画のいいねとチャンネル登録、よろしくお願いします。では、また次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。またね。